牛丼とは、薄く切った牛肉と玉ねぎなどを醤油などで甘辛く煮込み、丼に盛った飯の上に乗せた料理である。口述のすき焼き丼の名残で、白滝を一緒に煮込むこともある。別称として、牛飯や牛飯がある。牛丼は牛鍋を丼飯にかけた料理が原型で、当時は牛飯と呼ばれ、明治時代に誕生した。 牛丼の名称は、吉野家を1899年に創業した松田英吉が名付けたとされている。すき焼き丼も同類とされる。すき焼きの名残から、白滝、焼き豆腐、ネギなどを入れる店舗もあるが、大手の牛丼チェーンでは、牛肉や玉ねぎのみが乗せられる場合が多い。また、食べるものの好みに応じ、紅生姜、七味唐辛子、生卵などが、 付け合わせとして使用されることもある。牛丼は醤油ベースで調味されることが多いが、神戸ランプ亭が2010年1月25日に発売した日本初の塩牛丼は味付けに塩ダレを使用している。また、神戸ランプ亭は味噌牛丼も期間限定で提供し、醤油、塩、味噌の牛丼三兄弟戦略を2010年に展開した。このか。 牛肉を焼く調理法を採用したメニューでも牛丼の範囲として扱う場合があり、その際は焼き牛丼と呼ばれ、東京地から飯がこれを主力として売り出した。しかし、神戸ランプ邸は牛丼事業廃業、東京地から飯も規模を大幅に縮小している。牛丼の源流に該当する料理は牛鍋であり、1862年、横浜入船町の居酒屋、伊勢熊が、 店の半分を仕切り、日本初の牛鍋屋を開業したとされる。幕末から、明治時代初期の牛肉は固く獣臭さが目立ち、それらを緩和するために、関東の牛鍋は、紅葉鍋に類似した内容で、具材は牛肉、ネギのみで味噌仕立ての味付けで煮る炒め煮にする調理法が主流で、ネギを五分の長さに切ったことから、明治初期には、具材のネギが五分と呼ばれたこともあった。 明治時代の文明開化により牛肉を食べる習慣が広まり、東京、芝に外国人向け食肉加工場が完成などの要因から肉質が良くなるにつれ、関東地方の味付けは味噌から醤油と砂糖などを調合したタレが主流になっていった。1877年には東京での牛鍋屋は550軒を超えて大流行となっていた。 1887年頃になると、具材において、牛肉や野菜以外にも、白滝や豆腐が使われ始め、ネギはザクザクと切ることから、ザクと呼ばれ、このザクという言葉は、具材全体の総称にもなっており、これらを、たくさんの割り下で煮た牛鍋が、関東風すき焼きの原型となった。牛丼は前述のように牛鍋を丼飯にかけた、料理が原型となっており、 当時は牛飯もしくは牛飯という名称で1890年代には発売されており、この時期の東京にはあったが、京阪にはなかった。その後、1899年に創業した吉野家の牛丼も同様の料理であり、当時は牛鍋ぶっかけと呼ばれ、主客である日本橋の魚菓子の人々に親しまれた。浅草や上野の広港実帯にも牛丼の屋台がたくさん出ており、 そこでは、カメチャブの俗称も使われた。カ、メチャブの表現は、古川六波の随筆集、六波の非食器の中でも登場している。大正から昭和初期にかけ、牛筋の煮込みを使った屋台料理として、浅草で人気を呼び、本格的な完成を見たとされる。吉野屋での具材は明治から、大正時代は牛鍋と同様の時期が続いたが、客側の 特に牛肉とご飯を一緒に楽しみたいという要望が高まり、それを追求、進化していった結果、現在に通じる牛肉とご飯を一緒に楽しむことに特化した内容へ変化していった。牛飯は仮想階級の食べ物とされていたが、関東大震災をきっかけにそのイメージは大きく変わる。震災後間もなく、市民の空腹を満たすため多数の屋台や露店が出現し、 中でも多かったのが牛丼屋で1923年12月10日の読売新聞は天下を上げてくらった牛丼という見出しで皆がこぞって食べる牛丼の繁盛ぶりを伝えた牛丼は安くボリューム感があり手軽に食べられる丼物として上流階級の人の口にも入るようになり牛丼愛構想は拡大した東京のローカルフードであった牛丼は 吉野家が1973年からファーストフードとしてフランチャイズチェーンを展開したことで全国的に親しまれるようになった。その後、養老の滝、松屋、月屋、中尾、神戸ランプ亭などが追随して牛丼をチェーン展開した。1993年当時、大英グループの神戸ランプ亭がエビスに1号店の出店を発表した際には、 セゾングループの吉野家が即座に対抗し、2軒隣に吉野家恵比寿駅前店を開店した。各牛丼チェーンでは持ち帰り用の容器を用意しており、牛丼弁当としても販売している。また注文の際に、つゆだくなど、客の好みに合わせた盛り付けを無料、または有料で行っている場合がある。これは、チェーン店によって、 マニュアルを定めた内容に限り対応可能としている特殊なサービスである。吉野家ではこれを特殊オーダーと呼んでいる。ただし、これは店内のどこにも明示されていないサービスである。サイズの一般的な表記はチェーン店によって変わるが、大手牛丼チェーン3店では量が少ない方から小生、並生、大盛り、特盛りという区分けになっている。 つゆだくとは牛丼における盛り付け指定の一種であり、具材の汁を多めに盛り付けた状態のことを指す不調。つゆを少なめに盛り付けることは、つゆ抜きと呼ばれる。また、つゆだくだくというさらに多めにつゆを盛り付けた状態を指す言葉もある。時に、つゆだくだくだくのように、だくを多くして、つゆをとても多くしてもらう人も、稀にいる。だくは、たくさんの、 樺が濁ったものだという説と、ダクダ、クという擬音が短縮されたものだという説がある。梅雨樺の語源、普及は1950年代頃に梅雨を多めに頼む常連客が存在しており、その注文を簡潔に調理場へ伝えるため、店員同士のやり取りに使用する合言葉として使い始めたとされ、1990年代中頃には一般にも定着し、 1997年頃に、梅雨だくで牛丼を食べることが女子高生の間で流行して一気に広まりを見せた。店側にとっては、通常の注文と同価格でより多くの梅雨を提供することとなるため、一があたりのコストが増す。ある牛丼チェーン店では梅雨だくに伴うコスト増が年間数億円に上るという。吉野や、月屋、松屋では、 つゆだく牛丼弁当を注文すると、弁当容器の上に、つゆだくと印刷されたシールがつくので、中を開けなくてもつゆだく牛丼弁当を見分けることができる。ネギだく、ネギ抜きとは牛丼における盛り付け指定の一種であり、ネギだくは、具材の玉ねぎを多めに盛り付けた状態、ネギ抜きは玉ねぎを抜いた状態のこと。吉野家では2007年12月をもって一部店舗を、のぞきネギだく、 ネギ抜きの注文受付を終了したが、後に復活。その後ネギダクは新メニューとして有料化された。スキーや松屋はネギダク、ネギ抜きともに注文可能。メニューに表示されていないが、一部のトッピングやメインの具材料を有料、無料で変更可能な場合がある。松屋では、福神付の量調節やサラダのコーンを抜く注文が可能。スキアでは、 過去の期間限定メニューの一部が隠しメニューという形で存在しており牛丼のキングとプチが店内食のみで注文可能。吉野家では肉を多めに食べたいがご飯は少なくていい場合大盛りを頼んでご飯少なめという注文で対応可能。なお吉野家では現在頭の大盛りは正式メニューとなっている。牛丼チェーンの地域的特性として関東地区は 吉野屋、スキヤ、松屋が数百店規模で喫香し、中国、四国、九州エリアではスキヤが最も多く、新越、北陸ではスキヤが吉野屋の2倍以上の店舗を出店している。大都市圏の傾向では、東京では松屋が頭一つ抜けた店舗数で、大阪では全商グループである中うキヤの両者を合わせた状態だと少し抜け出た店舗数となっている。 また、イベント会場などで、テナントとして出店し、牛丼弁当などを販売するケースもある。味噌汁は有料である店舗が多いが、店内食の場合に限り味噌汁を無料でつける、サービスを行う店もある。大手チェーンでは松屋全店舗、東京地から飯、全店舗、すき家の一部店舗で実施されている。有料の場合は値段を上げることで、 豚タ汁やしじみの味噌汁などを提供することもある。四十七都道府県すべてに展開している企業は、吉野家とすき家のみである。二千年代の一時期では、こういった状況やエリアごとの店舗分布や売り上げから考慮して、吉野家とすき家の2強時代と見る向きもあった。しかし二千年代後半以降に発生した価格競争に、松屋もたびたび参戦したことから、すき家、吉野家、 松屋の3社が、三協、五三屋といった主要チェーンとして認識されている。2010年代初旬では、低価格居酒屋チェーンの居酒屋270シリーズを展開した、参考マーケティングフーズが2011年6月に牛丼市場に参入し、焼き牛丼を看板メニューとした東京地から飯が新たな勢力として存在感を見せたが、一過性のブームに終わり、 2014年には直営店の8割を手放している。牛丼市場は日常食として需要が安定していることや新たにファミリー層などを取り込んだこと低価格業態が消費者の支持を集めて堅調なことから調査会社において2010年代前半から中盤にかけて市場の拡大が予測されている。各チェーン店の牛丼販売価格は物価の上昇や 景気の動向、そして BSE 問題によって値上げと値下げを繰り返してきた。特に値下げに関しては一社が先行して値下げを行うと他社もごから追随する構図が繰り返されている。家庭で調理された牛丼一般的な牛丼のレシピとしては冒頭に書いてあるように適度な大きさに切った牛薄切り肉や玉ねぎなどを醤油、砂糖、 みりんなどの調味料で煮込み、それをご飯の上に乗せるといったものである。調理用にあらかじめ調合された牛丼のタレも各食品メーカーより発売されている。また、吉野家の味を家庭で再現しようと研究している人も一部に存在し、ニンニクやワインなど味のポイントとなる材料を使用したレシピをウェブサイトなどで公開しているケースも見受けられる。 焼く調理法を用いた牛丼である、焼き牛丼をメニューで出す東京地から飯では、肉を焼く工程において、効率向上による短時間化と焼き加減の標準化オペレーションを保つため、業務用オーブンで調理する。味付けは甘辛のタレを使用し、盛り付けはご飯の上に飴色の玉ねぎを敷き、その上に肉を乗せた状態となっている。料理サイトでは、 東京地から飯の焼き牛丼を模したレシピが考案されている。簡便に調理可能なレトルト、冷凍商品、牛丼のもとが、グリコ、SB、マルハなどの食品メーカーや牛丼チェーンでは、スキヤヨシノや松屋の3社から発売されている。ヨシノや牛丼の具は1993年12月に販売開始されたが、 BSE 問題の影響で2004年2月から2008年3月の間は製造休止となり、ネットオークションで高値で取引されるといった現象も見られた。その期間は、冷凍商品、豚丼の具、牛焼肉丼の具のみ発売していたが、2008年4月以降は、冷凍牛丼の具も一部の通信販売や、生協などで販売を再開している。レンジ調理が可能な、 すきヤの牛丼の具は全商通販ショップで家庭用として通信販売を行っている。2015年12月9日、吉野家ホールディングスは20歳から64歳の男女24人を対象とした研究で冷凍牛丼の具を用いた牛丼を毎日1回ずつ3ヶ月間食べ続けてもらった結果、健康リスクは増えなかったことを公表した。店などの牛丼屋については、 主な牛丼や牛丼取り扱い飲食店の節を参照。ありがとうございます。